本大量 SD 問題序列がまさかの事態に。北朝鮮戦のメンバーが発表され、右サイドバックのスタメンは菅原となっている。さらに代表復帰を果たした橋岡大樹がベンチ入りし、マイクマと相馬がベンチ外となった。右サイドバックのスタメン菅原なのかよ。マイクマベンチ外って、ボイチさんどうしたいのか。コンディションが悪いって理由でベンチ外なら理解できるけど、橋岡がプレミアに移籍したからという理由でベンチ外に追いやられてたらかなり怖い。菅原不調やったらどうするん橋岡？長友？アジアカップでのマイクマの活躍忘れたんかな森保さんは。マイクマより橋岡とかありえないんだけど。復帰した橋岡、長友にいきなり押し出された形となるごと熊が不憫やな。コンディション不良ならともかく。ルートンでやってる橋岡はすごいけど、それが理由だけで序列変えるのが森保だと思ってる。普通にあるよ。森保監督は何度もリーグレベルに言及してるからね。あの活躍を忘れた説はある。